食堂です。本日はこちらのシューズ紹介したいなと思います。こちらデサントさんの厚底カーボンレーシングシューズデルタプロレースとなります。以前ですね、僕の動画でも発売するということで、ネットの情報をちょっとね、情報で共有させていただいたんですけども、こちら私の手元にですねデルタプロ届きましたので、ね、商品紹介していきたいなと思います。こちらのシューズ何度か履いて性能とか、まあ、どのレベルの人に合うのかっていうのもですね、僕の中でなんとなくこう形になってきたので、改めて商品紹介したいなと、レビューしていきたいなと思います。練習としては40キロ走で1回使って、まあ、キロ4ぐらいの40キロ走で1回、普段のジョギングではたくさん使ってちょっと早めのペース走って感じかな。3分50秒から3分40秒ぐらいのペース走ぐらいでも、中強度ぐらいのペース走とかでも使ってみました。まあそんな感じで幅広く使ってみて感想をちょっとお伝えしたいなと思います。まずこちらのシューズなんですけども、スペックとしては、重さが 240g ですね。はい、あります。なので、レース用としてはちょっと重めなのかなという印象ですね。ただそんなに重いって感じじゃないかなと思います。だいたい 200g 前後が、まあ、今のレーシングシューズのなんて言うんだろう、こう規格というか、まあデフォ基本的な重さになるかなと思うんですけど、まあ、そこからちょっと重くなってるというようなモデルになります。まあ基本的な 200g 前後、レーシングシューズだったら 200g 前後かなっていうところの印象から、約 40g ぐらい重くなって 240g の設計となっております。シューズのサイズとしては、普段マイサイズ27センチで履いてて、こちらのシューズ27センチで履いてます。なので普段のマイサイズ通りで購入しても問題ないかなと思います。あのメーカーさん曰く、ちょっとちっちゃく作られてるかもし、ちょっとちっちゃく作られてるので、最近の幅広に合わせてサイズワンサイズ下げたりしない方がいいかもしれませんねってことを言われてたので、マイサイズで購入して問題ないかなと思います。でスペックとしては、厚底ですね。しっかりと厚底が入っててカーボンですね、カーボンが入っておりますと。デルタプレートというものが中に入っております。まあ、中にねしっかり入っているので、結構ねこの反り返りが硬いようなイメージですね。まあ、この硬さとこの反発力が走りのサポートをしてくれるというような設計になっております。で、まあ、デサントさんの独自のこの Z フォームですね、このソールが Z フォームとなっているわけなんですけども、この Z フォームがミッドソールの内側にその Z フォームを入れてます。で、外側は EVA のソールを使ってるので、クッション性と安定性を兼ね備えているサポートシューズとなっております。簡単に言うと Z フォームというミッドソールが柔らかい素材と、で EVA ソールが硬い素材になってるので、内側に柔らかいミッドソールを入れて、外側に硬めのクッション素材を入れてるので、柔らかい方がクッションがあるんで跳ねる感じはあるんですけど、全部にそのミッドソール素材を使ってしまうと、柔らかすぎて外にブレたり前後にブレたり、着地接地感がつかみづらかったりするので、まあ接地感とか安定性を求めるために、外側にはあえて硬めの素材を使ってるとというところで、まあ必要なクッション性と安定感のある硬さも兼ね備えているシューズとなっております。まあというところでですね、まあ安定性を求めるようなスピード感というよりは、安定感を求めるようなランナーさんにおすすめのシューズになります。デサントさんのシューズコンセプトとしても、厚底シューズを履いたことがない人の一足目のシューズと使ってほしいと。でデザインに関してはこんな感じで、このね僕ねピンクねあんまりね良くないなと、黒か白がいいなと思ったんですけど、いざ届いてピンクこう届いてみると、結構ね発色が思ったより良くて、意外と気に入ってたりします。はい、まあ派手な感じでいいかなと思ってます。アッパーの素材に関しては、柔らかい素材っていうのかな、これパリパリしてる素材、まあ、ニット系の素材なんだけど、ちょっと固めのパリッとした素材っていうのかな、のような素材を使ってるので、あんまりねこの伸び感がないというか、メッシュがパリッとしてるのであんまり伸び感はない。まあ、メーカーさんの商品としては、あえて伸びの少ないメッシュ、こうパリッとしたメッシュを使ってることで、まあ、履いた時のフィット感が高まりますよということで書かれてます。まあ、実際履いて足通して、靴紐結んでフィットさせる時にも、まあ、それはなんとなく感じるので、まあ、やっぱフィット感は高いのかなと思います。ざっくりとしたスペックとしてはそんな感じになります。で、じゃあ実際ね僕が履いて思ったのは、確かに安定感はあるなと思いました。40キロ走をやったんですけど、足が疲れてからも不安定感がないというか、
変に走らされてる感がないというか、不安定なシューズになってくると後半足が疲れた時にうまくこう設置ができなかったり、なんか思ったように走れないなってことが今まで結構僕あったんですよ。まあ厚底カーボンシューズとか履いてると安定性、スピードは出やすいけど、なんか後半自分が制御できなくなってくる、うまく走りこなせず走りきれずに自分が制御できなくなってきた時に、やっぱりこうなんかこう違うなと、シューズの恩恵受け入れてないなっていうのがあったんですけど、こちらのデサントさんのシューズに関してはそこの部分がなかったので、まあ本当にこうコンセプト通りのなんて言うんだろうな、こう初心者さんとか、まあ42キロフルマラソンをちゃんと走りきれないっていうの言い方はおかしい、難しいな、まあ僕の中で走りきれる走りきれないって定義として、僕の中で走りきれる走りきれないっていうのは最後までペースを落とさずにちゃんと走り完走できると、まあ歩いたりペースダウンをしたりしなくて自分の目標通りのタイムで走りきるっていうのが僕の中でマラソン走りきるというところで定義させてもらうと、完走ができないマラソンを走りきれないランナーさんはどうしてもやっぱりこう厚底シューズだと後半制御できなくなってくると思うんですよ。僕も完走できるできないで言ったら完走できないことが多いんですけど、そうなった時にこちらのデサントさんのシューズだったら安定性が高いので走れなくなった時にもしっかりとシューズのサポート力っていうのは受けれるんじゃないかなと個人的には40キロ走やって思いました。まあ、後半もなんかこうストレスなく走り切ることができたって感じですかね。で逆に言うと安定感があるっていうのはまあトレードオフなんですけど、多分スピードに乗りづらいっていうのがこうあると思うんですよ。まあ厚底シューズのいいところってこう不安定だけどしっかり前にガッと転がしてくれて押し出してくれるっていうのがいいところだと思うんですけど、他の厚底カーボンシューズに比べるとまあ、スピードが出にくい印象だなと思いました。ただですね、これ以前の動画でもお伝えしたんですけど、こちらのシューズ履いて 3000m を1本走ったんですけど、設定がその時9分ちょうどかな、1キロ3分ペースで 3000m 1本走ったんですけど、まあ、そのぐらいのペースだったら対応できたなというような印象ですね。全くスピードに乗り切れないっていうようなシューズではないのかなと思います。まあ、そんなデルタプロレースなんですけど、じゃあどんな方におすすめかっていうと、まあやっぱりさっきからもちょっとね話の中でも出てるように、まあマラソンを走り切ることができないとかにはすごくおすすめできるかなと思います。厚底カーボンシューズだと結構後半じゃじゃ馬な感じが出てくるので苦手な方多いかなと思うんですけど、でも既存のまあなんていうんだろう、薄底シューズとかクッションシューズだとまあ、足が売り切れるのが早いと、サポート力がちょっと弱いなっていう、まあ、こういった方で、まあ、このちょうどいい中間がないかなって思ってる方にはとてもおすすめできるかなと思います。ちょっとまとめが悪いな、もう一回ちょっと伝えると、厚底シューズはなかなか最後まで走りきれないから苦手だけど、薄底とか普通のクッションシューズだとちょっとサポート力が足りないなと、このいいちょうどいい中間ぐらいで何かいいものないかなって悩まれてる方にはおすすめできるかなと思います。で逆にじゃあどういった方におすすめできないかっていうと、やっぱりもう今の既存の厚底シューズの、スピード感に慣れてて、そのスピード感のまま走りたい方とかにはおすすめできないかなと思います。まあ結局厚底カーボンシューズ、まあ不安定な厚底カーボンシューズで満足できてる人とか、結局それで押し切れる方にはちょっとサポート力が物足りないかなと思います。まあ本当にブランドコンセプト通りの厚底カーボンシューズを履いてみたいけど不安定さが苦手な方とか、はい、そういった方におすすめできるシューズなのかなと思いました。ということでですね、今回はデルタプロレース紹介してみたんですけど、まあ、どっかの大会で履いてみたいなと思います。結構ね今年は厚底カーボンシューズ各社バンバン出してるんで、で僕の手元にもたくさん今揃ってきてるということで、どれをねマラソンレースで履くかね本当に悩むんですけど、なんだろうな、こうどれもね本当になんかそれぞれ、ブランドのコンセプト通りのなんていうんだこうサポート力というか履いてみたいなと思えるようなシューズ作りをされてるので、どれも本当に履きたいけどマラソンレースそんなにバコバコ出れないというところで非常に迷うところであるんですけど、まあ、いろんなシューズを履いてちょっと自分の、足に合う自分の走りに合うシューズをちょっとねいろいろと、見極めていきながら、まあ、僕の動画でもまた発信していって、
皆さんのシューズ選びの一つの検討材料にしてもらえればいいかなと思ってます。ということで今日の動画はですね、デサントさんのデルタプロレース厚底カーボンシューズを紹介してみました。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。